後崎チャンネル大晦日。はい短い大晦日です。12月31日だから、はい、今年も終わるというところでね、そうですね、毎年恒例のこちらね、年越しそばでございます、はいはい、去年も食べました。食べたよ去年もね。そっか、うん、大晦日だよ、もう今年も一年。去年は確かあるんですね、沖縄では大晦日何食べるみたいな、関西で何食べるみたいな話です、ね、そうなの。え、そんな話したっけ。しました、沖縄で。沖縄、沖縄そばはうどん派なのか、うどん派とかラーメン派。何も覚えてない。私忘れた、そんな話で。沖縄そば食べるでしょ、年越しそばで。沖縄そば食べます、ね、沖縄そばって普段も食べるの。そりゃそうやろお前お前今バカにしてんのか。バカにしないでよ、うん、でも若林さん今年一年もう飛躍の年じゃんな。良かったんちゃうな。あ、でもすごい良かったです。プロ野球ニュースもやって、うん、写真集も出して、はい、始球式2回もやらせていただいて、そう、担当番組とかも一気に増えましたし、すごい良かったですね。で、オフシーズンでか最後の方に写真集撮って、でプロモーションとかいろいろして、すっごく楽しい1年でした、ね、はい、だからもう稼いだな。いや、そんな稼いないですよ全然。そうなん、給料明細見たよな大したことないです大したことないです全然。どう、今年良かった。そうですね、良かったよ、あの世の中の人から大賛辞受けて。いいね、まあ、でも今年は何を言っても一番良かったのは最弱を僕じゃないんだ。なってない、絶対なってないです。僕買ってますもん。私も結構買ってる気がする。うん、でも今年あんまりやってないんじゃんな、うん、あ、そっか、去年に比べると、うん、あれすれば面白いじゃん。ゲームさ、うん、全部つなげてさ出せば一気見マジで思うよ。いや面白いやん、面白い、うんうん、だから年末年始のもう出てるかも分かんないけど、年末年始の暇な時に一番最初からの全部のゲームつなげて出せば気配切りよ。あれ自分で見ても笑うもん、あれ。いや、あれ一番全部面白いのに全然回らへんねんな、おかしいよな。本当そうなんですよね。でもサッタさんどうだったんですかこの1年。いや、もう変わらず毎年絶好調よ。うん、そんな変わったことも起きるんじゃん。うん、変わったことっていうか、いつも変わったこと起きてるから。うん、来年写真集出したいですね、佐々木さん。そうやな、ワニブックスから。ワニブック、うん、裸のプロデューサー出したいどうすか、裸エプロンならね、裸のプロデューサーって俺のキャッチャーが座って俺の居場所ってどうすか誰が買うねん。なんか、え、これ買うな。じゃあれしようよ、あれなんちゅうの、お金集めるやつ。あ、クラウドファンディング。うん、で写真集、うん、サーダキチャンネルで、サーダキチャンネルでスタッフが全部撮るっていう。うん、そうロケとかして、で本にして、本にしてクラファンで、うん、で、一番のお金払う人は、だから10万円とかの人は、うん、佐々木チャンネルの収録に見に来れますみたいな。あー、クラファンで大運動会やりたいよな。それやりたいです、うん、で、ちょっとスタッフ足りひんから、うん、だから撮影も外注して、うん、その制作会社に入ってもらって、うん、で、全部やって、うん、視聴者参加型大運動会みたいな、うん、だから佐々木チーム、こっちチームみたいな、佐々木チーム、袴田チーム、あ、そういうこと。そう、全員がもう一チームのキャプテンになって。いいですね。で、綱引きとか、はい、玉入れとか、うん、そういう徒競走とか、はい、リレーとか、うん、そう体育館借りて、うん、で、一チーム10人とか20人とかで、うん、あ、楽しそう、ま、でそれの、クラファン参加券、出場参加券みたいな、うん、で、動画に出てもいいかとっていう。そう、うん、出たい方いっぱい多いっすよ、うん、んで、見たい人は観客席、うん、何百万かかんねやろな。かかりますね、絶対な。あ、制作も外注してやっ、規模感で、よりもすぎる、うん、用具借りたりとか、うん、でも、運動会のレンタル用具はそんな高くないんだよ。あ、そうなんですか。結構あんだよ、大きい競技場を借りないといけないっていう。いや、だから体育館でいいから。あー、そっか外だと雨降ったらできなくなるから、うん、体育館の中でできる。でも、めっちゃおもろいけど動画に出しても回らへんだろな。いっぱいあるもんですよ。あ、ですね、あるある。なんかこっちがめっちゃおもろいのにな、うん、全然回ってなかったり、うん、こっちは大して面白くないのにめっちゃ回ってたりするからな、うん、あれがよくわからないな。野球の試合までやってないですもんね。
なんかやりたいですよね、里崎チーム対なんとかで。でもお互い監督してチーム集めてるじゃないですか、うん、チーム里崎、チーム測って、うん、ナスさんとキックベースやりたいですよね、うん、キックベース、うん、ナスさん、うん、向こう、多分集めて運搬とか来るから、マキーカとかする。じゃあ俺らも、じゃあ小頭すにとか、ニッチローとか、ニッチロー、うん、あ、今井明さんでしたっけ、うんうん、リトル清原とか、うん、あ、いいね、なんと言ってもね、佐々さん、乃木坂さんと、そうだね、うん、乃木坂コラボ、うん、言うもんだね、なんでも言ってみるもんだね、うん、もう出てるのか、動画、うん、出てる、へぇ29日に、うん、サンドメイクさん、テレビも出てるじゃないですか、乃木坂さんね、紅白ね、もう忙しいやん、うん、俺もじゃあ、坂道軍団入れんじゃん、なアイドルプロデュースしていいんじゃないですか、 SAT、SAT48 は、SAT48 佐藤、うん、いいね、リーダー俺アイドルプロデュースいいね、アイドルなんかプロデュースしようか、 SAT ちょっと原宿行って探しに行きましょう、メンバー選考から全てアイドル、うん、売れたいアイドル、そしたらなんか女子じゃなくてなんかこう、アスリート系の男子を集めてきてほしいです。なんか 踊ってスポーツもできるみたいなアスリートアイドルグループみたいな。じゃあHAK でやればいいんちゃう。ハカ。ハカ。うん。ハカ48。うん。そう、ハカマさんがスカウトしてきて。ちょっといい感じの男の子たちをですか。うん。応募して。はい。総選挙みたいな自然だった子は指揮して。ロッテ戦、キャッチャー佐々木さん、これいいじゃないですか、誰が持っていけんねん、佐々木さん、本当ね、力つこって、いやいや、もうスポンサーいるから、スポンサープロデュースいいね、面白くないですか、ね、5人組とかね、でも誰が教えろ、高村さんのお姉ちゃんです歌とか踊り専門じゃないから、そっか、あ、板野さんにお願いするか、そうだね、そしたらもう板野さんプロデュースになるか、褒めるな、これ、うん、じゃあダンスし、みんな素人だったら私が教えます、おお、うん、振り付けして、振り付けもできる、できますよ、歌は歌、さっさ、乃木坂の時歌ってたじゃん、でもそんな、作詞作曲しなきゃいけない、あ、じゃあバーボンズ、んバーボンズか、じゃあバーボンズ、じゃあバーボンズ、どういや、でも協力したいスポーツ、じゃあ、ちょっとあれしよう、アンケート取ろうや、アイドルプロデュース大運動会、うん、モノマネ野球大会、全国の町おこし、ああ、見てね、うん、実際ありましたからね、去年お話、うんうん、依頼があれば、うん、あと袴田さんのヌード写真、ああ、彼氏のヌード写真、ああ、お見合いを、お見合い大作戦、いや、でもそれがもう一番になるから、それも、ああ、なるほど、絶対カットしてる、だから4つだね、このそれか、里崎さんある写真集、いやいや、それはまあ、ギャグで入れるから正当な判断でなくなるから、いろいろできますね、うん、だからその4つの中どれか、一番投票多いやつチャレンジしよう、できるかどうか別として、それだね、来年の目標は、なんか新しいことを、うんうん、このチャンネルでもするっていう、うんうんうん、だからあれしょ、あれじゃあしょ、全国の里崎袴田を探せみたいな、似てる人大募集、おもろい、え、私なんかたまになんか元カノに似てるとかすごい言われるんですよ、言われるというかコメント欄とかにもなんか袴田さん僕の元カノにすごい似てますか、だからそれやろうよ、だからそれやろう、じゃあメールもらって、うん、それを俺らが判断していくっていう、あ、面白い、写真もらうっていう、うん、これ全国のみたいな、そっくりさん大募集みたいな、うん、で47都道府県埋めよう、うん、いいっすね、うん、でナンバーワン里崎袴田探そう、うん、だから、はい、各都道府県代表を作ってで全国のナンバーワン似てる人に選ばれたら、うん、その人に会いに行くってやつやろ、いいね、あーネタだけ覚えたらね、ここで判断できるから、そう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 、だからそのあそうしよう、だから全国の視聴者の皆さん、世界でもいいです、全世界でもいいです、はい、次戦他戦問いませんと、写真をYouTube で使ってもいいっていうことが大前提で、似てる人募集してます、うん、はい、募集要項は概要欄に貼ってありますので、はい、ぜひそちらから、募集47都道府県、里崎袴田を探せ、うん、全国1位になった人に会いに行きます、はい、やりましょう、あ、それ面白いですね、やりましょう、
新企画、来年、はい、うん、できた、はい、だそれやろ、まあ、気軽に写真送ってほしいですね、うん、だからその県の中で、うん、だからいっぱいいたら誰がナンバーワンか決めなきゃいけないからね、はい、うん、でもしくは早いもん勝ちで、うん、決まってるけども全国が揃う間に違うの来たら、はい、うん、差し替わる可能性あるよね、はい、でも各県一人って意外と難しいですよね。いやそれはもう見てんだから。見てますか。うん、もうすぐ60万人到達しようとしてるの、はい、視聴者事前多戦とかないからね、うんうん、私似てますとか僕結構似てますとか、彼氏彼女似てますとか、うん、友達似てますとか、うん、お父さん似てますとか、はい、おじいさん似てますとか、うん、あとお父さんの若い時の高校生の卒業写真だったら似てますとか、うん、何でもいいからね、何でもいい、この写真似てますとかでもいい、うん、そうその代わりその人の素性をしっかり、わけわからない人送ってきちゃダメだよ。そうですね、だ元カノに似てるので元カノに連絡を取って、うん、あの写真出していいかって言ってください。そう、はい、うん、それやろ、はい、1月ね、うん、皆さんもう今すぐご応募してください、はい、お待ちしてます、はいはい、ということで、はい、大晦日トークやりましたけども、ね、うん、まあ、雑談ですけども、うん、皆さん2023年はいい年になりますように、はい、ね、良いお年を良いお年を。